モーターレンチはレンチの一種。別称ではイギリス、イングリッシュキー、イギリスレンチ、イギリススパナと呼ばれることもある。アジャスタブルレンチの元祖とも言われる。1900年代初期のモーターレンチモンキーレンチが柄に対してハサミ部がオフセットしているのに比べ、モーターレンチは顎の部分が柄に沿って平行に動くため大口径に対応できるメリットがある。 開発された当初は、モンキーレンチよりも早くから工業用工業として多用されてきた。予備サイズ2 3 0ミリと2 8 0ミリがあり、本体が単造品で強度もある。日本初のエンジニアリングプラスチック製のモーターレンチトップ製もあったが現在、販売されていない。近年においては、配管工事業者が、水道、お風呂、 トイレなどの衛星器具配管時に使用する工具として用途が広がってきている。これらの配管は圧力が大きく加わらないパッキンで配管の機密性を持たす構造となっており多角形大変寸法が大きな割に締め付けトルクが小さい配管ついて取り付けナットとなっておりその締め付け工事に使用する。メッキ仕上げの衛星器具専用としてメッキに傷をつけにくい。 アルミ製モーターレンチを最初に商品化した北洋産業株式会社は2002年倒産によりその商品は市場からなくなった。現在は MCC がアルミ製モーターレンチを販売している。ただし、レンチ強度は構成のものよりも小さい。1996年になってこのニーズに対応した衛生器具取り付け専用としてハンドルを モンキーレンチと同じ方向とし材質をアルミとして、軽量化、狭いところでの使い勝手と締め付けトルクを考慮から、全長を短くした、商品名、アルミ製縦型モーターレンチをトップ工業が発売し、その後このタイプが衛生器具配管用の主流レンチとなる。また、高性能モーターレンチも、本体強度を下げることなく、ハンドルスカブに窓抜きをした、 軽量化の改良が2001年に MCC 松阪鉄工所にて行われ、トップスパートル等の他メーカーも同様の改良を行っている。操作方法については、モンキーレンチと同様で、荷重を加える方向が決まっていること、納豆、ウォームの調節により、レンチを隙間なく取り付けることに注意を要する。AB、プラント配管作業。外国人技能実習機構。 2018年10月21日閲覧。メイ8-1877登録特許 USA。パッドナンバー000190636-128-1880登録特許 USA。 パト、ナンバー 0002284378http コロンスラッシュスラッシュ www.palge.com スラッシュニューススラッシュ h 1 4スラッシュ1一スラッシュ hokuio u20021112 と h t m 1 5 j o u r n 日海工業新聞1996年6月19日ありがとうございます